タイ、バンコク。経済発展が続いている一方、この国で長年社会問題となっているのが感染症。中でも子どもたちに深刻な影響を与えているのが、蚊が媒介するデング熱。花王の研究者たちは独自の技術で開発した新商品の市場調査や蚊の生態を知るフィールドワークにやってきました。よく後ろから見てると結構虫刺され跡とかがあります。深刻ですよ。数万人は毎年デング熱になってて、報告されてるだけでそれぐらい。今年タイで販売が始まったビオレガードモスブロックセラム。ボディーローションのような軽い使い心地で肌をコーティング。蚊が止まりにくい肌の状態に整えます。タイの日常に存在する蚊の脅威、未来の命を守る、そんな取り組みを続ける研究者たちをカメラは追いました。タイにある花王の拠点、ここには研究所もあります。日本から来た研究チームがタイメンバーと合流。蚊の研究を続けて17年になるリーダーの中川。もっとちっちゃい子どもが日常的にスキンケアのように使える虫よけの習慣みたいなのを作り上げていくっていうのが、この商品の最終ゴールを目指しているところです。中川とともに日本からやってきた難波。蚊から守られる代わりに何かをちょっと犠牲にするみたいなところが多分あったと思うんです。ちょっとベタベタするけど仕方なく使うとか、そういう何々だけどみたいなのを取り払うことができたっていうのがすごい大きいんじゃないかと思ってます。タイ政府は2026年までにデング熱の被害を撲滅するという目標を打ち出しました。花王はこの目標に向けてさまざまな活動を進めており、その一つがデング熱を知ってもらう活動です。この日は日本の研究員とタイのマーケティングチームがガードアワーフューチャープロジェクトの進め方について情報共有する会議。メンバーが実際に顔を合わせる会議は3年ぶり。I want to confirm one point that in the future, our ideal model, we can predict the mosquito dengue fever risk in total Thailand. But maybe at the first, maybe we have to focus a small area to establish our model. マーケティング担当の神谷が目指すのは、一番変えなきゃいけないのはお客さんの頭の中なんですよね。デング熱のリスクがあって何とかしなきゃいけないっていう、なんかそこを変えれば結構変わると思ってるので、単純にその技術商品だけに固執しないで、もっとビッグムーブメントにしていかなきゃいけないなっていうふうに思ってます。5年間研究を重ねた商品が一体どんなふうに売られているのか、現場を見に行きました。これ見るの初めて？初めてです。どこら辺ですかね、売り場。でかっ、でかっ、めちゃくちゃなすごい。レジ横の最前列は想像以上だった様子。いや、これ良くないですか、ちゃんとこれやってる。イノベーションのやつやってます。いや、もう感謝しかないね。感謝しかないですね。スムーズだったかどうかは分からないですけど、ね、まあでもなかなかこんな売り場もらえないんで、ありがたいですよ、ね、はい、チーズ。はい、いいです。チーズ。滝沢はタイに駐在している研究員。
技術をやり始めてからは6年で、このものをやり始めてからは5年ですね。いや、めちゃくちゃ嬉しいですね。やっぱりこういう実際に売れてるところを見てもらえたりとか、お客さんからの反響とかを生で体感してもらえるので、本当にやった甲斐がありましたね。町の人の評判は、ของเด็กๆเลยก็คืออันตรายมากก็เป็นพาหะไข้เลือดออกแล้วก็ทำให้เด็กบางเด็กบางคนอาจจะถึงอาการแพ้ได้อะไรอย่างเงี้ยค่ะทากันยุงลูกมีรูปยุงเห็นไหมนี่ไงเป็นยุงเหรอป่ะยุงมันเป็นเนี่ยกันของอยู่นะไล่ยุง現地の人たちにも好感触のようです。花王と共同で研究を続けるマヒドール大学。パチャラ先生とラビワン先生。現地での季節ごとの蚊の状況など、貴重なアドバイスをもらっています。The malaria infected inside the adult. It's just like they have the correlation. Control. ここではデング熱の他に、マラリアに関する蚊の研究も盛んに行われています。Generally, we provide up to 200,000 per year of the total of this one.このラボだと3種類の蚊を、飼育して研究しています。容器からはみ出しているのは蚊の針。蚊の種類や媒介する病原体によって蚊への研究アプローチは異なってきます。そこで重要になってくるのがフィールドワーク。子どもは地球にとって宝で、で蚊に刺されなければ守られる命なので、その命をきちんと守りたいっていう思いはすごく、自分も母親なので強くて。タイの人々のどんな生活習慣が蚊の発生に関係しているのか、現場の調査も欠かせません。でもともとタイの人ってあれなんですよ、で水がめみたいなのを家の前庭に置いていて、その水がめを使って植物に水をあげるみたいなことをするんですけど、そこがまあ蚊の住みやすい一番いい産卵スポットみたいになっている、繁殖スポットになっているんで、まあ、そういう意味でも、まあ、至る所に蚊がいるっていうような状況だと思います、はい、フィールドワークの前にまず腹ごしらえ。地元の行列ができる人気店にやってきました。辛いよ。うまい。美味しい。辛くない？それ一番辛いやつ。多分ね、違うやつですよ。そんなに辛くない。辛いやつ食べさせようと。研究の仕事は体力勝負です。しっかり睡眠も確保して次の仕事に備えます。都心を離れた郊外にフィールドワークの拠点があります。ここに蚊の繁殖の手がかりはあるのでしょうか。地域の協力のもと水がめの調査をさせていただくことに。これがボウフラです。あっか、逆側が頭のようにも見えるんですけど、
これが蚊の幼虫のボウフラとサナギです。この日は地元住民との出会いがありました。目の見えない愛犬のために生まれたお父さん独自の蚊よけの方法だといいます。シュガーウォーターで何だろう。 Is it good for protect mosquito? プロテクトモスキートなんだ。お父さん曰く、水につけた蚊取り線香から揮発した成分が蚊を寄せつけないそうです。木から犬を守るために生まれたアイデア。プロテクトにはどうかマスキートでこういうやり方もある。ノーマスキート。あ、ノーマスキートですか。ノー。確かにすごいクリーン。すごいこれトラップ。バケツにボウフラはいませんでした。割ってこの中に入れてるんですよね。うん、思いもよらないことが。この先の研究に生きることもあるかもしれません。いろいろ工夫、知らないことがやっぱ見ているとよくわかるっていうか面白いですよね。モスブロックスラムはまだ販売されたばかり。未来の命を守るための花王の活動はこれからが本番です。